はい、こんにちは。私、ふなあやです。今日はですね、何をしていくかと言いますと、皆さん今、プデュを見直している方、多いんじゃないかと思いますが、こういう自粛ムードなんでですね、私もちょっと実は見直してまして、今ちょうどポジションバトルのところ、第3話ぐらいのところなんですが、今日はタイトル通りハイライト見ていくんですけど、レン君の方のね、見ていくんですけど、前撮ってるんですよ、一回。それちょっと見たんですけど、なんか、すっごいなんか真面目な顔して言ってるから、なんかちょっとウケると思って、デビューしたからこそ見る今のハイライトみたいなね。はい、ということでよろしくお願いします。このハイライトといえばですね、レン君のビジュアルがもう大爆発してて、みんなすごい好きな方多いんじゃないかなと思います。もちろん一緒に写ってる翔星君と木俣君もすごくかっこいいので、私はこの回めちゃくちゃハイライト好きなんですけど、改めてね、ちょっとあの時はなんかこう、まだ、なんだろう、こうバトルが、ファン同士のなんかバチバチもすごかったんでね、レン君とかはベタ褒めできなかったんで、今だからこそできる感じで見ていきたいなと思います。このオープニングはもう早くも懐かしいですね。そう、このね、いや、シャツにネクタイっていう、なんて言うんですかね、女が好きななんかものをちゃんとやってるっていうのがまたいいですね。いや、もう本当にこのレン君かっこいいんだわ。そう、トーイ君もね、すごいいいんですよ、これ。髪の毛の色がいい感じに落ちてるから。そう。初世のね、シャツネクタイもいいです。そう、木俣君がね、ネクタイしないでね、解禁してね、なんかチョーカーしてるっていうだけのもね、いいんですよ。空君がね、私、スカイ君より年下だったっていう事実にね、今更ながらちょっとびっくりしてます。いいですね。いや、ユーゴ君もこのサスペンダーとかマジかわいいし。そうそう、この向かい合う瞬間の振り付けがすごい好きです、ハイライト。いいですね。いや、もう本当にレン君かっこいい、マジで。プデュを見直してると、なんか特に2日目のセンター決めの時とかも、もうレン君みたいな気持ちになります。どんな気持ち？いやー、もったいない、本当に。ああ、いいですね、お綺麗です。ここめっちゃ好き。かっこいいな、この髪型もう一回してくれよ。揃ってるね。いいっすわ。本当にかっこいい、これ。みんな輝いてる。JO1 になってない TOEIC 君も、空君も、オルビットになった宮島君も、すごい輝いてる。ということでね、久しぶりにハイライト見るとやっぱいいですね。いや、めっちゃいい。曲ももちろんいいけど、もうメンバーも、もちろん2班のメンバーもめっちゃいいんですけど、すごいいいですね。2班の方もね、なんか白い服着てやってるんですけど、すごく曲に合ってると言いますか、めっちゃいいなと思いました。はい、という感じで、今、新型コロナウイルスのせいで、結構いろんなさまざまなイベントが、中止になってまして、いわゆる換気が悪くて、人混みで、近くで喋らなきゃいけないっていうのがね、すべて重なっている。コンサートは絶対こうできないような状況下じゃないですか。だからやっぱすごい、今、エンターテインメント業界で、ね、かなりちょっとしんどそうなんですけれども。JO1 もね、せっかくデビューしたのになかなかファンの前でこうイベントができなくて、大変そうだなっていうのを感じております。また、
GX とオルビットが控えてるじゃないですか、この後デビューに。で、あそこは日本人メンバーと韓国人メンバーがいるので、こう一緒に何かをするっていうのも今の状況だとちょっとすごい難しそうというか、まあ、JO1 以上にこうちょっと制限されてしまってて、すごくちょっとかわいそうだなというふうに思ってます。本当はね、これがなかったら、もしかしたらあのオルビットをもうちょっとなんだろう、準備整えてね、もうもしかしたらもうデビューのなんだ、いついつデビューしますみたいなことを言えたのかもしれないですけれども、この間のインスタライブを見る限りではもうちょっと待っててくださいねって言ってたので、なんかまあ曲はできてたとしても、もしかしてなんかそのミュージックビデオを撮るスケジュールの合間に今回のことが起きたのかなとか、ちょっといろいろ私いろんなことをこう想像しちゃったんですけれども、はい、なんでそういう、こうあるアイドルのみんながですね、こう円滑にこうスケジュールが進むようにね、早くこの事態も収束してほしいなとこう改めて思っております。なのでまあこの期間はね、ちょっと供給もなかなか、まあ JO1 の方はまだある方ですし、まあ GX もまだ放送やってるんでちょっとあれなんですけど、まあないところは、オルビットもね、この間気遣ってインスタ、気遣ってというか、なんかすごくあのインスタライブをね、みんなでしてくれて、すごくあの私たちとしてもありがたかったんですけれども、なかなかね、こう難しいなというふうに思いました。だから早くこの事態がね、収束すればいいなと、改めて思っている毎日でございます。はい、ということでね、今日の動画は、これで終わろうと思うんですけれども、先日のオルビットの、インスタライブは結構皆さん見られた方多かったんじゃないかなと思います。まあ、5万人ぐらいがですね、同時に見てたんですけれども、まあ、まだ今のところちょっと公式で発表を準備をしている状況なので、公式からの発表を待ってくださいということが、一つ告げられたっていうのと、まあ、5人で一緒に共同生活をしているというふうに言ってましたね。で、ヨンフン君とヒチョン君は韓国の方にいるということが、分かりました。まあ、オルビットのみんなの話を聞いてると、まあ、JO1 のみんなは、なんか、アパートだかマンションだかを、なんか11個ね、部屋を借りてるみたいなんですけれども、オルビットの場合は5個ぐらい部屋があるところを借りてるみたいな感じなんだろうなっていうのをちょっと会話を聞いてて思いました。ユーゴ君はなんかリビングで寝てるみたいなことを言ってたんでね、あの、リビングが好きって言ってたのかな、なんかそんなことを言ってたんで、結構 でっかい物件を借りてるんだなというふうに思いました。あと、まあ、JO1 のことでは、今日ちょっと FC に入ってる方はラジオも今日あったんで、ちょっと面白い話もたまに飛び交ってましたけれども、あの待ち受けの話が出てたんですよ、ラジオで。で、あのルキ君の待ち受けがあのラポネの社長だみたいな話になってて、ルキ君はすごいリスペクトしてるらしいですね。それちょっと面白かったなと思いました、はい、でポケモンもやってるみたいですね、レン君とルキ君。可愛いですよね、なんか年長者なのにポケモンやってるって。もうポケモンとか私全然ちょっとキャラ、最近のキャラよくわかんないんですけど、なんかですね、ミスドでもらったコップが実は自宅にあるんですけど、これとこれがなんか最近のキャラクターらしいですね。あとこのなんかこの緑のやつ、今の御三家なのかな、うん、でもなんかレン君はメタモンが好きって言ってましたメタモンといえば、あのウィナーの、スンフン君がメタモンをよくアイコンにしてるんで、ちょっと私の中で彼のイメージが強いんですけれども、はい、まあそんな話をしてるラジオすごく面白かったです。なんか LINE の中の話もちょこっとしてくれてて、なんか LINE にナオトさんが、マネージャーのナオトさんもいるみたいでですね、その LINE 覗きたいなって思うような内容を話してくれてましたね。はい、ラジオの内容すごく良かったです。あと、まあ、昨日はあの1対1トークの阿弥陀仁の動画も FC で出てまして、まあ、あれもすごく楽しみなんですけれども、まあ、FC に、ね、入ってない方もちょっといらっしゃるんで、 この楽しみをちょっとあのこういった場で共有できないのは悲しいんですけれども、まあ、その1対1のトークはですね、どんな話をしてくれるのかもすごい楽しみなので、今後のコンテンツにねすごい期待したいなと思いますし、こんなになんか出してくれていいんですかっていうぐらい、充実したものをいつもくれる本当運営さんに改めて、感謝したいなと思いました。はい、ということで、まあ、今日の動画は以上になります。私の動画ではですね、JO1 関係のこととかは、よくこうやって動画にしております。もしよかったらですね、いいねチャンネル登録よろしくお願いします。とツイッターもしますので、よかったらぜひフォローしてください。あ、皆さん、あの手洗いとか、あと咳エチケットに気をつけて、体調管理に気をつけて過ごされてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。